ねえ、あんたさ、発電所って言われて何が頭に浮かぶ？何よ突然。何も浮かばないわよ。ほら、山の斜面に大きな管があるの見たことあるでしょ？あれが水力発電。水力発電所って中国電力で最初にできたのは明治32年。今は全部で90箇所あるんだって。え、そんなにあるの？しかも大ベテランじゃん。水力発電っていうのはダムに溜めた水を高いところから低い方へ勢いよく水を流して発電用の水車を回すのね。その回転で発電機を動かしてるっていう仕組みなの。へえ、水の力でくるくる回して発電って結構シンプル。このベテランの水力発電がね、今バージョンアップしてんのよ。バージョンアップ。水力発電所の中には発電を開始してからの年数がかなり経過しているものがあるのね。中国電力では古くなった水車や発電機を回収して新しいものへと取り替えてる。ここは広島県にある滝山川発電所。ここで取り替えた新しい水車はこの羽の部分が改良してあって、今までの水車よりも効率よく電気を作ることができるんだってさ。取り替えた後は1年間で一般家庭のおよそ4000世帯分に相当する電気の量を増やせる見込みなのね。これがくるくる回る水車の実物？なんかかっこいいじゃん。でもベテランがパワーアップしてますます頑張っていいね。今さ、太陽光発電とか風力発電とか自然エネルギーっていろいろ注目されてるでしょ。水力発電もエネルギー資源の少ない日本にはとっても大切な発電方法なのね。こんなのもあるわよ。発電するのに使った水って普通川に流れるんだけど、その水をまた下流にある発電所が使って発電するっていうところもあるんだって。へー、水のリサイクルか、なんか素敵。自然の資源をうまく使って CO2 を出さないクリーンな水力発電、まだまだ活躍してもらわないとってことで、いろいろ工夫してるのね、電力会社も。そうなのね。頑張れ水力発電。私もベテランになったら頼りにされるかな。それはどうかな。